そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。そういうことで、今日はですね、先週でしたっけ、ベースやったんですよね、珍しく。意外と評判良かったんで、またもう一本ベース持ってきました。でね、今日ね、最初にお伝えします。めちゃくちゃ状態いいんですよ。めちゃくちゃ綺麗なんです。ただ、ケースがないんですよ、これ。なんかね、汎用のなんか入るやつあるかなと思ったけど、長いもんだから、このぐらい出ちゃうんだよね。なので、まあ、最終的にこれお買い上げのお客様、もしそれでよければそのね、ちょっと頭出ちゃいますけど、それをお付けしますけども、基本的にこれが入るケースはないという、そういった今日はご紹介なんで、その分めちゃくちゃお安くね、後ほど発表しますけども、お安く提供しますので、一つよろしくお願いいたします。まずね、物はこちらアリアプロ2ね、 TABCLS というモデルです。パッと見分かるように、いわゆるセミアコタイプのベースなんですね。ですから空洞になってるんで軽いです。さっき測ったらね、 3.3kg、 まあまあ軽いです。そしてこういうセミアコタイプなので、生でも音それなりにしますからね、後で聞いてください。じゃあまずはね、こちらの方、ほんと状態いいんですけども、細かいところこちらのカメラでチェックしてください。それじゃあ細かいところ見ていきましょうね。どうですかこれ、もう何の問題もないよね。ほら、めっちゃ綺麗なんですよ。で、このトラメ本当にいい感じで入ってますよね。品よく入ってます。もうこれでもかっていう、ほら、めちゃくちゃいやらしく入ってるギターもいいんですけど、このぐらいが僕はね、個人的には気になっていいなと思いますね。はい、金属パーツも全然くすみとかないです。もう本当綺麗。フレットももちろんほとんど減りがないです。多分ね、ほとんど買って使ってなかったかもしれない、前のナンさん。はい、ヘッドこんな感じですね。はい、後ろちょっと見てみましょう。ペグはね、オープンタイプのペグになってますね。はい、ネックの後ろもめちゃくちゃ綺麗です。はい、ボディバッグも何の問題もないです。サイド見てみようか。こんな感じで、ね、ほら、バインディングも傷一切ないですよ。はい、もう一回こういう感じで見てみますか。ほら、でこの角度すっごい綺麗でしょ。トラメ、ほんと品のいいトラメですよね。はい、ということでアリアプロ2のセミアコタイプのベースなんです。もう綺麗でしょ。だからほんと状態いいんですよね。ほんとこのトラメもほら、メイプルトップすんごい綺麗ですね。さあ、それじゃあね、まず電気通さないで生音で聞いてみてください。ほら、ね、じゃピック使ってみるね。全然普通にこれアンプ通さないで家の練習にも最高よ。ね、聞こえる。ということで、これ練習に最適だよね。ちょっと今度アンプから音出します。指で、こんな感じね。コントロールもすごいシンプル。今フロントピックアップでしょ。でセンターでミックスで、リアで、ボリュームとトーンのみ。シンプル。トーン絞るとこんな感じで、フロント。これいいかもね。まあ、そうだな、これお値段も安いので、1本目のベース、あるいは普段ギターしか弾いてないけども、ちょっとね、自分で録音したいなという時にいい1本だと思います。またインテリアとしてもすごくこう壁にかけたりなんかしたらめっちゃ素敵だと思いません？ね、さあ、それではですね、今日本当にね、そういうわけでめちゃくちゃお安く出しますね。そういうわけで、専用のケースがついてこなかったものですから、
なんとお値段が税込みでですよ、24,800円です、ね、こちらのアリアプロ2のセミアコタイプのベース、なかなかセミアコタイプのベースも入ってこないので、もしお探しの方いらっしゃいましたら、ケースがないということだけなので、物自体は非常に状態いいですから、お買い得だと思います。ということで今日もですね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとう、ありがとう。